はい、皆さんこんばんは。山さんの選挙地2017年5月、10日の収録で、放送は5月の11日です、はい。もうびっくりですね、渋谷の件が。もういことになってしまいましたね。小池さんもなんかやっぱり渋谷の件で、だいぶお詫び案件じゃないんですけど、そのいろいろ私のところに問い合わせが来ましたけど、ね、はい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 、なんか小池さんがね、はいはい、うちの若いのが他に出てますからなんか言ってるで、偉いのがなんか偉い焦りようでした。 今だからもう都民ファースト毎週のように今どん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 変わってますから。そうですね、それとなんか、はい、杉並でも偉いことがありましたし、あら、杉並もじゃあちょっと安泰な人が安泰じゃなくなった、安泰じゃなくなったし、これは皆さんだいぶ変わりましたので、皆さんちゃんとね、この番組しっかり見てくださいよ。そうそう、それと最近申します、はい、今日はスライドの数で言わなかったんですが、一応まあ、あの韓国の大統領選挙と、あのフランスの大統領選挙は一応当たりましたので、どうも、はい、ありがとうございます。はいはいはい、もうやっぱり、まあ無難な結果っていうのがあったけど、予想通りの、はい、まあでも韓国はね、あの2番手がちょっとびっくりだったんで、やっぱ隠れ保守が結構いらっしゃるんですね。そうでしょうね。まあアメリカで隠れトランプがいっぱいいたっていうのと一緒で、やっぱあれですかね、あのパククンヘさんのその後継者の人が2位になった、そうです。でもやっぱああいう状況だったから、パクファンやとは言いにくい。いや、言えない言えない。だからあのやっぱり内緒なんですよ。だってトランプファンだって公害、あの公的な場所では喋れないじゃないですか。なんであんなやつ応援してるんやっていうことで、皆さん地下に潜ってトランプさんを応援してて、で今回もね、あのやっぱり保守、まあそれはね、明日ちょっと金髪アゴラがね、そうですね、まあオバマが、まあ、はい、じゃあどんどんいきましょう。では、まず最初にいつものこの正解の図ですが、はい、これはね、はい、前回から実は変更点ございません、で、まあちょっとこのまた小池さんのですね、左側の小池さんの動きがまたますます赤くなってきてる、なんか色赤にしてるんですね、今最近はもう赤色にしてるんですね。はいはい。そしてその小池さんのところから斜めに見に来て、ずっと行って赤い線を行くと大津博子さんという都議会議員がいて、お、はい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 、でその先に行くと宇都宮さんにつながって C さんに行ってるということなんですけど、なるほど左派系の人はちょっとつながってると。林田さんの解説によると、大津さんを応援したのは、いや民進党丸がかりではないということのために応援したんだと。だから民進党を干された大津さんを応援することで、民進党に対して一応。ただね、はい、小池さんの太鼓持ちの有感富士でさえね、無所属ゼロ人って予測してるんですよ。大津さん落ちるって予測してるんですよ。あ、そうなんですか。あ、だからあそこはもう、自民党と、それからあの、都民ファーストの劉燕さんの2人が受かる。まあ普通はそうでしょうね。だからね、本当ね、小池さん何のためにこんなリスク取ってね、だってさ、本当の話ですけど、あとちょっと聞くところによると、いやいや、だから、ね、あの、いや、野田さんが欲張ったんでしょ、まあ、多分。公明党関係者に聞くと、小池さんに対して、うちとことを構える気なんかな、というぐらいのことが。あれ、えらいお怒り。えらいお怒りでして。だって、やっぱり宿敵の団体を応援するっていう。お互いにやっぱりね、悪魔と呼び合ってる関係ですからね。だからそういうの分からずに推薦出したと思えないんですけど、分かんないですね。だから、野田さん的には、こう、もう勝手な想像ですよ。いろんな組織、団体とか宗教団体なんて、もうまとまった票あるじゃないですか。はいはい、だから、いろんなところにいい顔しようとして、それぞれがお怒りになったっていう、そういうことですよね。公明党とも仲良くしようと思うし、もちろん立正厚生会とも仲良くしようっていう。ちょっとするとさ、立正厚生会のさ、あの開祖様の時代の右路線がいいと思ってる人たちにもう一個団体作ってもらいたいとかさ。いやそれはもう今難しいんじゃないですか。もしねやれるとしたら、平和財団の方に、あの反旗翻してもらうしかないでしょうね。今じゃ難しいんじゃないですか。もうだってやっぱ20年経ってますからね。もうそのいわゆるその後継者指名してから、そうそうそう、だってあの人 OL だったんですよ、普通の会社の。いやいや、だからそうなんですね。 OL から教祖様ってみんな当時びっくりしたんですよ。そうで、今やもうあのバチカンのお偉い方ともやるし、すごい人になってるんですね。すごい人になってるんですけど、当時やっぱり職場の人はびっくりしたみたいで。それはびっくりでしょうね。普通の OL から教祖様へという、だって日本の宗教団体を束ねるような存在になってますからね。まあそういうことで、はい、今回、まあ、この図から言うとあまり大きな変化なさそうですが、
まあ、後でちょっと話しますけど、はい、桜井よし子さんのね、うん、ちょうど前回の収録放送は5日でした。はいはいはい、はい。で、収録2日だったんですけど、はい、間に何があったかというと、安倍総理が、2020年に憲法を施行する形で、うん、会見で、可見方式で9条改正と。うん、あれビデオメッセージビデオ出ましたね、はい、いやいや私事前に知ってましたけど、うん、その流れからすると、はい、これから見ますとね、はい、まず西田昌司さん、はい、日本国憲法無効論を言った西田昌司さんが、はい、怒るかと思ったらそうでもなかった。あれウェルカムなんですか。意外とね、うん、そうなんですね。だって彼は意外と、うん、不満があっても安倍さんの足は引っ張らないと、うん、だってまあ、要はビデオメッセージの内容からするとかなりあの憲法改正って、ね、まあ、もちろん9条をいじるっていう点では、うん、あの前進だと思うんですけど、かなり軽微な可見に近いっていう、いや可見でしょう ね、まあ、それは、うん、いわゆる、まあ、現実性がありますけどね、あの実現性がありますけどね。で実は明日の金髪油に詳しくありますけども、はい、実はですね今参議院の議席配分を見ますと、うん、はい、定数242、はい、で議長を抜いて241です、はい、3分の2ラインっていうのは161人です、うん、おー、はいはいはい、で議長を抜いた状態で、うん、自民公明両与党に加えて維新と一心を加えて、うん、163人です。あらギリギリじゃないですか。それ2人しかない。あらら、これもしですね、まあ、2人いるうち日心さんはどうもこの内容じゃ不満だと、うん、あ、そりゃそうでしょうね、うん、だってかなりなんか憲法は変えるっていうのが日心さん、いやいや全部やり直しというか、そうそうそう、ね、中山京子さんが5月1日に出したやつはね、うん、天皇陛下は元首であるとか、うん、それとかその軍隊を持つぐらい書いてあるわけですよ。船川に近いわけですね。ね、そうですね、やっぱりね、うん、そのね桜井よし子さん主催のパーティーにあれを送りつけたというのは、うん、桜井さん黙ってくれという、うん、もうこれでもうまず憲法改正ができないことには話にならんということで、なんと桜井さんが、ね、納得しちゃったんですけど、桜井さんの盟友の青山茂春さんが、うん、反対反対って言ってて造反を示唆してる。へー、だってさ、しかもなんか自民党の内部でクーデター未遂があったとかもう言うにこと書いてねえらば言ってるんで、これ僕ね本当ね今にね上映されると思う、うん、もうね何回も党に呼び出されてるらしいんですけど、うん、ちょっとあの自民党にとってはあの目障りの存在になってますね、うん、あら須田さんなんか縮小したんですか。すいません、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。これは。あ、変なとこバツ押さないでね。はい。広げて。大丈夫ですか。はいはい、行きましょう。はい。では、早速、はい、各選挙区の状態を見に行きます。はいはい。はい、でまずですね、はい、こちら前回の復習になりますけど、はい、実はですね、視聴者の方から一つ意見を言いたいと言われたのが、まあ、この小池さんの緑が赤になったというので、この左側の生活者ネットと選挙協力あるんですが、うん、どうも、南多摩だけじゃなくて他のところも協力ではないかと。杉並区と。あ、すごいですね、うん、ということになってくると、うん、どうなのかなと。じゃあこれ生活者ネットの方もだいぶで、その小池さんの逮捕持ちの有感不自が生活者ネット4人中3人受かると、うん、あらそんなに。ってことは落ちる一人は世田谷かなと思うんですよね。やっぱ世田谷はやっぱり調整できないんですか。あの社民党との調整が ね、やっぱり骨肉の争いじゃないけど、なぜ、明日の金髪アゴラではその当事者の方がお見えになりますので、皆さんお楽しみ、はい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 、なりますが、はいはいはい、さて、こちら右上のこの赤い狐と緑の狸は非常に面白いわけですけれどもでね、このね、うん、実はその、うつけん軍団とグリーン軍団に共通人物がいるじゃないかっていうことの中にね、うん、あの不満があると言った人です。おお。だからそのね、うん、宇都宮さんはね、うん、その鳥越のようなことはいかんと、うんうん、いうことで小池さんを応援した、うん、あいうのもあると。まあ応援したし、で実際小池さん出た時に宇都宮さんがやってたあの豊洲の問題を聞きに行ったわけじゃないですか。うんうん、まあこれ外での写真なんですよ。これいろいろコラージュしてますけど。しかし、でも結局さ、うん、小池さんがボロ勝ちしたのは、うん、新秀連の票を全部取ったから。まあそういうことですね。そうするとね、うん、大津さんを推薦せざるを得なかったの分からんでもないんやけど、一応ね借りがあるということでお世話になったところにやっぱりちょっとね、だって大津さんはだって初代のお孫さんでしょ、その海祖様のお孫さんですから ね、うん、皆さんあのね厚生幼稚園の、うん、とか小学校ではね、うん、お釈迦様海祖様ありがとうございますいただきますって食べるでしょ。お
ちゃんと海祖様にも感謝するということでね。僕は思いますよ。あのね、うんうん、日蓮宗いろんなとこにね、うん、釈迦本仏か、うん、日蓮本仏かで燃えたわけでしょ。はいはいはい。ね、今にね、庭の本仏の。なるほど。そういう点では池田大作以上の神格化ですね。どうなんですか。だってね、池田大作世襲してないんですよ。そうなんですよね。庭野さん世襲してる。そうそう、あのそこがすごいですよね。今に庭の王女。どうなんでしょう。まあそこで彼女にかかってますね。だからあれですよ、新潟県知事で百田さんがわわ言ってますから、ね、あ、はいはいはい、新潟県知事もね、うん、こちらのあれで、あ、それとね、あの実は分かったんですけど、うん、なぜ蓮舫さんが R に入られたかも分かりました、うん、青学のね、高校とか時代にね、うん、実は蓮舫さんハンドボール部だったそう。おお、またマニアックなスポーツされてたんですね。で、実はよく試合をしてたんだけど、はい、厚生学園がすごいハンドボール強いんですって、うん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 、そういうことの縁で、うん、こういう縁ができたそうです。おお、それで彼女も吹奏楽は非常に有名なんですね、うんうん、厚生は。なるほど。ハンドボールも女子のハンドボールですね。そう、女子ハンドボール、なんか珍しいですね、女子のハンドボールがあるっていうのは。そういう昔ハンドボールが売り出した日田美紀さんとか一緒に確かに確かに構成ギアと思うんですけどね。なるほどなるほど、まあ、そういうなるほど、それが蓮舫さんの、まあ、きっかけということなんですね、うん、まあ、意外とね、マイナースポーツを特定の宗教団体が支えてるケースって他にもあるんですよ。うん、例えばホッケー。ほう、あのアイスじゃないホッケー。ああ、はい、はい、あれもほとんど天理大学の、はい、っていうか、やってるとこないですね、予想で。うん、そうそう、ということですね。うん、まあ、僕はもう保険に関しては、防具の開発を少し考えた方がいいかなと、これ常々私は思っと、ちょっと危ないですね。うん、ラクロスもその問題なんですね。あ、結局ね、女の子がやるにしても、うん、軽装であるがゆえに、うん、お面かぶるのがちょっとかっこ悪いってなるんですけど。あ、そうですね。アイスホッケーでさえ禁止してる、うん、ハイスティックをもろにやる競技ですから。そうでしょ。そうですね、危ないですね。あるんで、うんうん、ちょっとその辺のところで、うん、尾骨骨折とか、うん、あるいはこのほっぺた骨折とか結構あったりするので、はい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 、ちょっとそこの安全対策はちょっと考えればなるんですよね。カナダの本場のラクロスは、うん、アメフトと同じ格好でやるんです、男性。やっぱりそれぐらい過激な。でもね、その防具となるとどうしても女性がね、うんうん、ヘルメットってどうもやっぱり馴染まないみたいなですね。おしゃれじゃないと。そうだって、大学のサークルラクロス部が、まあ、僕が入ったことが盛んだったのはやっぱりおしゃれなスポーツだっていうことで。いやー、ね、おしゃれっていうのは ねラクロス部、まあ今ちょっとブームがね終わっちゃってますけど、はい、はい、じゃあ次でございます。はい、こちら、はい、こちら小池さんのとこあるんですけど、うん、まあ、ここにこうなんかこのオズ上村さん、えらい小池さん嫌いなんですけどね。しかしですね、はい、ちょっと私ね、うん、ある方に言われてね、はい、終わったなと思ったんですよ、うん、私のツイッター仲間なんかでは結構この小池さんをえらい非難する人いるんですが、はいはい、果たして小池さんをいじめると憲法改正が怪しくなるということに気がついたわけですよ。だから小池さんがとにかく都議選の終わった後に国政に影響力をすごい持つ可能性があるということですね。長島派の、うん、長島派の、ま、そのいわゆる参議院議員はね、小池さんの影響が来るでしょうし、うん、ちょっと注目しておかないといけないのはアントニオ猪木さんとこなの4人。はいはい、つまり日心の2人は造反予備軍と思わなきゃいけないし、うん、その青山さんはその除名閣で造反するだろうと考えるとはい、はい、山口さん163-3はいくらですか。160です。あら、つまり足りないんです。足りない。あ、こんなこと言ったら松山さん喜ぶかしら、うん、いや、それどころか僕は自民党の中で党議拘束かかったら棄権する人出るんじゃないかっていう。そうなると160ちょっとなんていうことはもう非常にリスキーですよ。だからやっぱり200近く集めとかなきゃいけない、うん、だってそれだって憲法改正の内容だと自民党の中でもあの内容だとやっぱり甘っちょろいという人いるんですよ。だから、うん、そこで重要なことは、うん、その民進、これはやっと分かりました、うん、小池さんがこれだけ無法をやっても、うん、自民党が我慢してるのは、うん、小池さんが暴れた結果副産物としてなぜか民進党が勝手に崩れたという、うん、民進党が勝手に分裂したという話で、実は明日のね、うん、金八で詳しくやりますが、はい、実は民進党の参議院議員50名ですが、うんうん、はい、27名が賛成予備軍のようですよ。おお、まあもともと民進党もまあ、注目するべきことは、角丸系だった枝野さんまでが賛成だ。あら、それは意外ですね。
いいでしょ、うん、ってことは前原さんも賛成、うんうんうん、戦国も賛成するのちゃうか言われて、あらららららら、意外と、意外なことに、あの会見賛成の方々、だから結局やっぱり、うん、我この番組の予想通り、うん、民進党は立正系と連合系で割れたってことです、うん、なるほどなるほど、立正系がどちらか5件で共産党と組んで、うん、その林田さんに言わせると、うん、連鎖要求扶助効能だとなるほど、で連合の支援を受けてる人たちは割とあの憲法改正には、ね、でもね山口さんね、はい、持ってくるとさ、うん、その大塚家具に対して匠大塚家具ってあるでしょはいはいはい、そしたらさやっぱりそのそれ、ね、あの立正厚生会に対して、うん、元祖立正厚生会とかさ新立正厚生会とかさ、あるいはね厚生の任免を取ったね交わるの元の字の厚生会とかさ、あ大日本厚生会とかさ、だから創業家と匠、そう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 、あ、あのまああの大塚家具みたいにあのお嬢様が新しく、だってね私もちょっと実はねこれ本当の話だけど、うん、ある自民党の市議会議員、川崎市の市議会議員で、うん、立正さんに近い人がいるんです。お自民党議員さんだ。自民党議員、はい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 、川崎市なら、ね。まあ、もともと自民党を応援してた。その子のお父様と私、婚姻させてたんですけど、はいはい、田口さん、立正って右でしょって言うから、違う、左言うてね、うん、じゃあ誰を応援してるんですかって言うからね、うん、辻元清美、蓮舫、白新君、有田芳生とか言ったらね、うん、小西とか言ったら、うん、え、何が起こってるんですかってことですよ。いや、だって、お父さん、あの海藻さんのこの結婚熱心に右でもう憲法9条とかすぐ廃止してもう日本のもう武装強化言うてたん違うんですかって中曽根さんにも近かったでしょう、いやあの海藻さんの時代そうだったんですけど今お嬢様がね、うん、孫娘さんがですねこれだからあの光代さんが牛耳ってからね左左、うん、というかまああの自公連立以降はもう顕著ですよね、でも本当にそれだけなの、俺単にあの三代お姉さんが思いっきり左翼なんじゃないの、うんうん、だから80年代までは確かに自民党の有力な支援団体だよ、私それでね、うん、その立正厚生会のウェブサイトをですね、うん、とかとかの大津さんのこの、うん、あの宇都宮さんそっくりのこの九条は世界の宝とかね、はいはいはい、原発とか見てください、日本国憲法は平和を守るための美しい真珠とかね、うん、憲法九条と立憲主義脱原発とか、なんか、 社民党が言ってそうなこれ、そう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 このこと言ってると、でこれとか見せてあげたらね、はい、うん、ちょっとそっとしゃはりましたね、あやっぱり80年代の立正厚生会しか知らないまま、いや古い立正厚生会の人たちは、うんうん、立正厚生会は保守の礎やと思ってる人いっぱい、うん、だって実際そうだったわけだしね、実際そうなん、そうそうそう、当時はね、当時は、うん、でもですね、はあはあ、今はその極左の味方と反日議員のスポンサーになってるもうなんたることやと、いやー、なんともう分かりませんけど、うん、この本で次、うん、この左下の方ね、うん、これは山口さんがね、うん、後追いがないと言ったけど、この葛飾さん、うん、はいはいはい、この葛飾さん下の名前ね、よりよってね、うん、4番いやいや、これはいや、から別に在日じゃないですかね、日本人ですよ、杉山明彦、はいはいはい、彼なんか出てますよ、うん、これなんかその、うんうん、こういうの出てますよ、うん、その右の写真はこの時点ながらズボン下ろしたやつでしょあれ週刊誌、いやでも乗ったのあれ、あの週刊誌あの1回きりでしょ、だその消せば消えるってしてる、ツイッターの世界では、うん、こと言ったら蓮舫さんがさ、うん、あの華僑の身としてとか中国国籍のものとしてとかでインタビュー出たやつがさ、うん、広まってって、うん、いつの間にかそれをですね、うん、アットマーク足立康してやったやつがいたら、うん、それがちゃんとこう国会で取り上げられる、これも国会で取り上げられる日が来るんですかね、ほら来るんじゃないですか、うん、なんでこれを問題にしない、だって現にほらこれだから、うん、どっかのフリーのアナウンサーが江田健二さんに質問したら絶句してたじゃないですかでもこの葛飾ミョンバクさんはやめへんの、いや全然そんな感じなんです、これはもうあの未然の駅までやってましたけどね、平気だ、いや全然普通にやってますよ、でも田上さんでもこの人と2年やったんでしょ、あそれはもうやめてますね、やっぱりさ、あのいやさすがにそれもあるし、あまあそれがあったから田上さんもう大急ぎで民進党やる、だって民進党だったら彼と一緒にやらなきゃいけないからね、
で、まあ、こちらね、うん、申しますけどね、はいはい、であとこの立正厚生会のこの大津さんですね、はい、この人もなぜか都民ファーストが応援したので、うん、えらい公明党を怒ってるわけ、ね、そう、これは渋谷騒動でしたね、渋谷ショックでしたね、はい、で今回もう一つショッピングの写真はこちら見て、うん、これね、うん、カトリックの東京大司教の岡田さんと、うん、この庭のお姉様がですね、うん、あのツーショットでこう会談をしてるのがカトリック新聞の載ってたら、でカトリック新聞の写真であって、これはあのツイッターじゃなくてあのヤフーが拾ってきたんですけど、うん、これも恐ろしいことですね、うん、なんかカトリック教会の酒かも進んでる、まああの宗教団体全体的に今あの酒化というよりも、うん、やっぱり宗教弾圧をやっぱ避けるがために、でもさ、うん、あれじゃないですか、ね、でも左翼の仕切ってる国なんてさ、うん、中国の法輪功みたいに、ああまあ弾圧されますからね、あのなんでそんなしたいか知りませんが、最近あのね、うん、この新宗連のとこにね、うん、あの東西本願寺もこっちに同時、うん、で実はすみません、あの皆さんお詫びがございまして、はい、あの築地本願寺が東本願寺系と言ってしまう選手、申し訳ございません、はい、あの築地本願寺は西でございます、逆なんですね、はい、で東本願寺系の東京はですね、はい、実は浅草本願寺が、うん、あの東本願寺で、なるほど、そこは本当に東本願寺名前取っちゃった、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、実はその前の大谷校長さんが亡くなってから4分裂してしまった、あでね、その結果ちょっとね、うん、その4つのうちの1つの、うん、今の信州本廟さんっていうか、いわゆ る,、うん、いわゆる東本願寺、はい、そのまあ遺産分割の関係でちょっと困ったことが起きてるんです、うん、あら何が起きたんだろうと、うん、お寺に納骨するときに、うん、ロッカー式のその納骨堂と、うん、いわゆるその五あの五節式の納骨堂と2つあったんです、はいはいはい、うん、はい、でそのいわゆるその大谷祖廟と言われる東本願寺系と持っていくと、うん、それはもうほんと合祀式なんですよ。おーおー、合祀式ってあります、ね、はい、いわゆるその、うん、混ざってしまう、うんうん、で取り出せないって、うん、そうですね、部会一緒って言うんですけど、うんうん、まあ、これちょっとまあこだわり派の人にちょっと辛いことがあって、うんうん、西本願寺はロッカー式と、うん、まあその一体型と、うんうん、合式とあるんですけど、はい、ちょっとその辺のところがね、うん、あのちょっと運営にちょっといろいろ難しい問題、はいはい、まあ、どうしてもお金がなければね、まあ仕方がない部分もあるんですけど、うん、そのちょっとこだわり派の人にはね、うん、ちょっとそれは辛いんじゃないかな、なるほどなるほど、今新しくそのロッカー式を作らないかという議論も、まあ、今まではその何ですか、そのロッカー式がいい人は東山常連という、うん、もう一つそうあの世界最大規模があったんですけど、うん、4分ずつしてしまった中でこう分かれてしまったんですね、うん、だちょっとこの辺もですね、はいはい、ちょっと今東ちょっと困ってる、なるほど、うん、これはまあ作るでしょうけどね、多分、うん、東本町ね、はい、まあちょっといろいろ難しい問題があります、うん、しかしね、カトリック教会も左になってきたね、特にあの松浦さんの問題ですね、あのカトリック正義と平和協議会っていうのが、うん、まあその左、それとね、うん、そういうことがあった、うん、辻元清美さんが、あるいは串渕麻里さんがおっしゃってた、うん、ピースボート、うん、ピースボートの船って、うん、なんと北朝鮮の船借りてやってたんですね、あのね、2000年の時にマンギョンボウを使って南北クルーズだったんです。でもね、うん、その1回限りで、そうなんです、1回だけですか。そう、その後、だいたいウクライナ船籍の船だとか、あとどこだろう。なんかね、あの、安い船は。世界一周135万円とかってね。うん、うん、そうですね。でもまあ、なかなか、その、激しい左教育が行われてる、うん、あのね、船の中でいろいろね、あの、平和教育、あの平、なんかある、なんかイベントとしてセミナーやったりだとか、そうそう、まあその辺はあのピースボート流のピースボート流の、で実はですね、うん、あのでやっぱり、ね、若い方はあれハマりますね、でね、あのね、うん、あの音北さんじゃなくて音武さん、あ、はい、音武さんもっとピースボートですやんか、まあ、いやピースボート参加してる方多いですよ、だいたい言ってんのは、うん、音武さんを担ごうとした、うん、内田さんがね、うん、担ごうとしたからこんなことになったわけですよ、あ逆に言うと小池さんを勝たせてもしょうがないなってなったのも一個ほらあるんです、ね、ああ内田さんがもうそういう余計なことして、うんうん、でも今回内田さんの象徴のね、うん、あの全国である一人区である中央区と、はい、それから、中央区と千代田区、はいはい、このことが影響でね、はい、自民負けそうですよ、ねえ、あの自民突然立石さんに投資しやっぱ勝てないと思ったんですかね、こうか、うん、都民ファーストが強いのを立てようとするのを察知したか、うーん、なるほどなるほど、それこそさ中国あの人ちゃいますの、あのこれ、うん、はい、あの
山内さんが応援してるほら、あの一発芸しかできへん人、一発芸、あ、だ誰でしたっけ、江戸晴美、あー、いや江戸晴美さんはね、まあどもうね、知名度からするとどこから出てもっていうふうに思ってるけど、やっぱ象徴的な場所、うん、中央区、うん、可能性あり、でもね、亡くなった以上江東区なのかなというね、だから江東区まだ決まってないでしょ、決まってない、僕は林田力を推薦したんですけどさあ、それじゃあ具体的にいきましょう、はい、はい、じゃあ次、まず渋谷選挙区はもうこの問題ですが、うん、ね、この渋谷ショックで、これで小池さんなんかいろいろお詫び案件じゃないですけど、大変なあれですよね、うん、私もこう知り合いからね、うん、はい、田口さん大変ね、小池さんなんかもう自分とこの人ほっといて公明党ばっかり応援してるわよね、うん、とか言われた、ていうかやっぱりこの件あったから公明さんの方が彼を怒りだったってことで、もう打つとこと構えるつもりかってふざけんなって話、うんうん、だから一番うちが嫌がること、いやこれ本当ね、うん、前に言ったようにね、はい、これやった菅谷さん出してあげたらよかったのに、あ、世田谷 ね、そう、おかげで石川さんかわいそうに、うん、今週服装に関係なくどうしようかしら、まあ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 、それはね、もうのすごいね、うん、菅谷さんに同情する声も多いようで、そこの石川さんに点数つける人以外もね、うん、菅谷かわいそうだと、だからまあこれね、渋谷の件はもうこのままでいくと、もう自民党の一人と小池新党、劉龍燕さんのお二人っていうのがちょっと固い、しかも、うん、大津さん厳しいなと思ったのは、小池さんの太鼓持ちである、有感富士でさえ落選とです、なんですね、やっぱりちょっとやっぱその辺が、まあ残念ながら大津弘子さん自身が都民ファーストから出ればいいけど、そういうわけじゃないですからね、推薦ってやっぱ弱いですよ、僕ね、これね、はい、次の選挙区の区割り変更で、うん、落ちはったら衆議院の7区、うん、ああはいはいはい、大津さん出てくるんじゃないですかね、おそらくね、4年間待たないでしょうね、っていうのはでしょう、そう、でそれを民進党で候補者、これがね、民進党の代表選挙とどうなるかなんですよ、だからまあ、うん、この蓮舫居座る説もあるんですよ、7月2日負けて、 あくまでも地方の選挙だから、そんなことでいちいち党首が辞めてはおかしいっていうような考えが、そんなことをね、開き直る可能性も、その時は大量に離党者が出るとか、ね、うん、だからやっぱり示しが、党が蓮舫が辞めて、うん、細野さんあたりがなったら、うん、今度逆に民進党は憲法改正賛成だとか言って、うん、野田出ていけいう話になるかもしくは玉木さんになって、蓮舫さんだとかも立正厚生会がちゃんと、だから、うん、前原さんたちが離党して小池さん、じゃあどっちにせよ小池さんは、うん、連合系か立正系かどっちかもらえるんだ、うん、だからどっちが主導権にいるかで反対側が出ていくってことですね、いや私分かりました、うん、そのね、うん、なんで安倍さんなり何年任の一時で、うん、もう小池さんが何しようとこらえてた本当の理由は、うん、憲法改正で足りないからだ、うん、そうで民進党が解体する後押しを小池さんがやってくれてるからね、だからもうね、だから小池さんほったらかしにしておいた方が、放置プレイしたのはね、そうそうそう、もう多少東京都議会議員が減っても、うん、憲法改正失敗したら安倍内閣不信任と一緒やから、そうそうそう、そっちの方が大事ですからねなるほど、そう、そういうことですよ、だからまあ大阪で維新が躍進して自民党が与党じゃなくなっても東京も同じようになってもまあ構わないと、もう ここまでね、普通ならとっくにクビにしてるところで、うん、なんかするところをね、うん、我慢したのは憲法改正、確かにね、うん、青山茂原造反すると思いますよ多分、うん、でまたね自分の1票でね、うん、160票で足りなかったって言ったらね、うん、私は日本のためを思ってあえて涙を飲んで造反したんだとかまだ自慢気に言いますよ、うん、だからあとまあ日心とかちょっとやっぱり憲法改正では一言ある人たちはやっぱり安倍さんのメッセージっていうのは弱いでしょうね、幸福実現党もね、うん、可権ではダメだとか言ってね、大川隆法総裁が言われた、ね、ああ早速ね、はいはいはい、早速そういう話で、いやだって可権だとやっぱり幸福実現党なんかも憲法9条可権じゃダメでしょということになって、ね、中国共産党があんだけ煽ってんですから、ただ意外にも、はい、西田昌司さんが OK、まあ西田さんはどっちかというとやっぱり安倍さんをやっぱ応援してる立場ですからね、そうしょうがないですよ、にやむし噛みつぶしたような顔してたのは桜井よし子でしたけどまあ桜井さん黙らせるにはもうあれ桜井さんの来ているイベントにちゃんとメッセージをしたという皆様方にちょっとね、うん、お詫びしなきゃいけないかと思います、何でしょう、実は私、うん、3月の15日の段階で、うん、はい、憲法改正の案を、うん、暴力
まとめて、はい、5月の3日に発表するということを知っておりました。黙っていただけます。あららららら、そんな重要なことを。でもこれは観光料を守っております。まあそれは言えないですね、ちょっとさすがに。でもそれはこれあのビデオメッセージだった。だから最初からこれはもう3月から準備されてて、根回しは完了しておりました。なるほどなるほど。いや答えですね、うん、事故はもうこれで行くの決まっておったんですが、なるほど、青山はもうしゃあないというのがあるんですが、だから自民党の中で、でね、うん、維新さんの、うん、ある筋ともお話をしたんですが、はいはいはい、教育の無償化のこれでいいと、うん、でこれ維新さんの私の、うん、まあ、知り合いの、ね、うん、日心がどうなのかね、うん、で日心さんの顔立てたれよと、うん、なので国旗国家法とかですね、うん、まあ、それは詳しくは明日のあの金髪ちゃん、はいはいはい、ですね、うん、やっておりましてですね、まあ、で申し訳ございません、私実はもう あるところが頼まれまして、うん、憲法改正の、はいはい、投票用紙の案から、はい、全部もう常に巻いておりまして、なるほど、まあ大体田辺さんこの辺かのというふうな感じで、うん、5月3日にあるのは知っておりましたね。なるほど、それちょっと黙っておりまして、うん、皆様申し訳ございません。いやさすがですね、でもその通りにちゃんとビデオメッセージ、はい、安倍さん自身は偉いトーンダウンだけど、あれがやっぱり実現性が非常に硬い。そういうことでございます。それで連立組んでる公明党さんが納得いくような憲法改正。というのともう一つは、うん、実はですね、うん、私民進党の一部の方とも接触をいたして、うん、実は、うん、この加減、うん、なんと意外な人も賛成することがありました。うん、おどうなったでしょう。小沢さんたち。あら、そうなんですか。小沢さんも加減。自由党もね、加減 OK なんです。おだから憲法9条も一項二項をそのまま、まあ、安倍さんはそうするというんじゃなくて、それも議論に値するっていうから、いじる感じだよね。いや、もうまま行きます。あ、そうなんですか。はい、そんなのもう根回しできてるので、うん。あ、そうなんですか。じゃあ、いや、あれ言ったのは。石破さんは不満を言いたいだけで。うん、二項と、これに加減の3項が加わるっていうことは、整合性がおかしいっていうことでなんか言ってますね。言わはりますって。うん、言わはるけど、石破さん造反する元気ない、うん。あ、それはね、やんない。やっぱりもう、だって、待ってれば、ひょっとしたらチャンスが来るかもしれないんだから。二階さんが OK してるやん。うん。だから、ね、こと言うてもだ。あらら。はい、という話です。はい。なるほどね。野田さんね。うん。これは打足だったね、うん、口が余計なことですね。余計なことしました、ね、だから渋谷の件がやっぱりいろんなところで悪影響、はい、次世田谷区、はい、世田谷区は大ニュースです。これがビデオを見てください、はい、マック赤坂参戦。なんでこの人だって港区じゃないですか。私マックさんにね、うん、聞きました。はい、港区2人やからしゃあないし、渋谷区も2人やからここしかないと。おただマックさんは、うん、なんと、うん、立花さん大田区から出ると思ってたみたいです。あ、そうだったんですか、うん、あらららら、それ情報が入ってないじゃないですか。はい、ですね。さて、うん、よーく見てくださいね。はい。それでね、定数8でしょ。そう。民進自由生活者ネットなんですが、うん、まずこれ、先週から変わったとこ見ると、はい。生活者ネットの岡本京子さんの緑の割合が先週より増えています。うん、どうも推薦するかもしれないよと。岡本さんを。うん、やっぱこれは連携提携したっていうか。でもね、うん、でも一方で社民党とどうこうってなるでしょ。そうだからこれ桜井順子さんがどう思うのかなという話があって、両方が分かることはありえないですからね。思いますけどね、これやっぱりね、どっちかまとめないと無理ですよと思います。うん、それから、はい、前回から変わったところとして、はい、山口拓さんの保守を外しました。あまりにも民進党の体たらくがひどくて、もうね、民進っていうだけで、山口さんもやばいんじゃないかと、うん。そうですよね。やっぱりいくら組織の支援があってもちょっと。その頼みの連合が緑の方に行きそうなので、ね、実はね、拓さんがね、うん、緑になろうと頑張ったこともあったらしいです。あ、何接触してたんですよ。じゃあ離党して。そう、ちょっと考えたんだけど、うん、よーく見てください。なんかね、うん、福島理恵子さんの上になんかハテナマークついてる。おこれはどうだですか。なんかだか出るんですか、やっぱり。やっぱりね、菅谷さんじゃないよ。うんうん、でもね、うん、これね、菅谷さんある有名な、うん、あの人の可能性があると情報があるんですか。うん、はあ。とでその方出られると、その方はやっぱり濃厚なんですか。うん、あ、ということは。基礎表をちゃんとしっかり持たれてる方で、いる人で、お母さん有名な人で、はあ、でどうでしょう、来週の金八の頃には発表されてるんじゃないかなと思ってんですけど、うん、どまあ、まだ出てないですね、発表は。ただもう一つ、はい、後藤祐一さんはどうも出そうです。あ、
なるほど、これはもう、ほぼ確実に。じゃあ、で、後藤さんは残念ながら、都民ファーストからは、ここにもらえないみたいです。うん、なんでなんですか、やっぱりね、路線が違う、女性じゃない。じゃなくて、後藤優子さんだってよかったです。いや、やっぱりね、小池新党最初の3人の、輝け東京の3人を切りに行ってるというか、やっぱりね、うん、ちょっと路線が違うなるほど、なるほど。だって、後藤優子さんも、行楽客当番っていうのは、どっちかというと、みんなの統計だったんですよね。みんなの統計。だから、最初の都民ファーストの、うん、おときたしゅんさん、諸富さん、上田さんの3人。やっぱりどっちかというと、オンブズマン系なんですね。うん、行政改革を訴えてますからね。背中で言ったら、大場さんって言って、大きい庭の方の。はい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 。大場正明さん、新聞出してる人。はいはいはい。いつもこの方、区長は消しかーっていう新聞出す、うん。だから、元みんなの統計は、この間の、小金井市議選で、本当は、なんていうか、お二人、元みんなの党の方が、小池さんの名前、要は都民ファーストの名前で出たかったんだけど、それがやっぱり認められなかったっていう。そういう流れがある。だから、オンブズマン系、行革系のところはちょっとやっぱり、小池さんちょっと距離を置いてるんですね。で、福島さんは、僕は、後藤さんに食われてあかんので、星はそのハテナさんの方かなと思うんですが、ハテナさんはおそらくトップ当選するんではないかと思います。出られたらね、はい。で、まだこれは正式発表はいつなのかっていう。なので、ちょっとまあ。まだ間際でも間に合う方なんですね、この方。間に合うでしょう。組織力を考えると。なるほど。あのネットワーク力を考えると、おそらく。まあ、一応当選ライン2万票ちょっとですからね。いや、一応ね、誤解されてはいけないんですが、はい、そのハテナさんは、既婚者の方ですよ。なるほど。ことを言うと、はい、私が言うとね、別の、もっと得票数いっぱい取った独身の方の方を想像する人がいる。ああ、じゃあそうじゃないってことは言っとかないと。そうじゃないと、ちょっと前一回ね、その方が、ちょっと小池新党から出るというふうに、間違ってちょっと伝わったことがあって、なるほど、なるほど。私のところも問い合わせ来ました、はいはいはい、それは違うので、はいはい、その方はもうないですかね。だってその人はそっちはもうないので、そうですね。だから、この方は、その既婚者の方でお子様もおられる方だと。なるほど。じゃあ、それで、でも女性2人っていうのは本当にキャラかぶりになるので、大丈夫なんですかね。いやいやいや、もう、で、まあ、すごく聡明な方でしたので、まあ、おそらく間違いなくトップ当選になるかと思っております。まあ、いよいよ、小池さんが発表したときには、すぐ赤丸をつけます。はいはい、わかりました。はい、じゃあ。と思います。はい。それからこちら、はい、自民の3人なんですが、はい、ちょっと変な情報入ってましたね。あら、小松大輔さんが失速気味だと。あれ、どうしたんですか、小松さん。大場さんを追い上げてるという噂。へえ、やっぱり大場さんの方が、やっぱ組織量があるってことなんですか。でね、さて問題は、このハテナさんが出てくると、誰が食われる。公明党がこのハテナさんを辞める可能性もある。ああ、やっぱりそれぐらい強いってことなんですね。うん、ただし、そのハテナさんは、公明党が支援することはない。ああ、はい。人なんだけど、なるほど。立証系ではないけど、多分それはないと言ってました。けど、この、こっちの公明党の二人目がちょっとどうかなっていうぐらいに、強い。なるほど。そうなると公明さんは落ちるわけにいかないから出さないという。という可能性もないことは。なるほど。じゃあ本当に世田谷って混沌としてきましたね。ましたね。で、マック赤坂さんが面白いと思うんですが。でね、この比江島さんもね、今ね、だいぶヒット数増えましたけど、はいはいはい、非常に ややこしくなってきてる。じゃあその先。じゃあこれ久しぶりにまた、この地域別行くんですが、はいはいはい、地域別すごく大事です。はい。で、こちら。岡本京子さんも、ちょっとこう、いわゆる緑の色を増やしてるでしょ、選手がね。で、まあ、佐藤さんいいでしょうけど、栗林さんも佐藤でしょうけど、はいはい、まあ、一応山口さんにこっちの図でまだ星つけてんねんけど、まだつけといていいのかなと思う。ちょっと山口さん、厳しいですね、こうなってくると。ちょっと疑問になってきてる。民進党がとにかく、二人共倒れの可能性も。関口さんも塩村効果じゃちょっと足りないですかね。どうなんですか、塩村効果ってプラスなんですか。いやー、どうなんとも言えない。ただ世田谷では彼女はやっぱり票取りましたからね。ただ彼女もその時は、みんなの党ですからね。問題はね、みんなの党の風に乗ったというと、塩村さんの場合は、その騒ぎがあってからいろいろ過去ほじくられたんで。そう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 、やじ騒動ね。そうだ、あとね、ちょっと手を広げすぎて逆襲食らってると。そうそれがね、世田谷ではプラスかマイナスか微妙でしょ。で、次に、はい、比江島さん。はいはい、はい。南部に移られました。あ、私事務所はあそこです。あ、やっぱりそれはバランス考えて。あそこ。駒沢大学。
おお、はいはい、移られました。なるほど、これはもうちゃんと分かって、分かって、やっぱり南部の方に有利だろう、うん、それはそれはそうですよね、あの他の人たちがいないところに行かないと、行かないとまずいと、うん、やっぱそれでね、よく見てくださいね、はい、このハテナさんがね、うん、南部の方がメインに動きそうなんですよ。あれ、この人は南部じゃないでしょう、うん、なんですけど、福島さんが小田急沿線に事務所構えたことが分かりました、うん、あらら、確かにだからね、うん、この辺で、うん、分かりましたね、うん、その南部じゃなくても南部で事務所を開いて動けるだけの組織力がある、うん、あやっぱりで、まあ、やっぱりね、うん、まあ、私もこのハテナさんの可能性はあると思っておりました。はいはいはい、でなるほど、うん、だからこれはあるなと、うん、じゃあもう以上正式発表になった時点でやっぱ台風の目になったということですね、うん、もう正式発表だと赤丸でしょ、うん、なるほどね、もう間違いないでしょ、はいはいはい、いうふうに考えといた方が、なるほど、組織力、資金力、うん、そうなると公明の2人目もこれはあの立てられないし、分かんない、意外にでもね、うん、公明党はその渋谷ショックがあるんで、あ、はいはい、しかもね、うん、渋谷区に近いところにあるの、この意味分かりますか。ああ、この辺って三茶って渋谷区まですぐ近く、そうですね、はいはい、とすると、うん、そのお怒りは燃え上がってるかもしれない。そうかそうか、この人を結局出せなくなるってことで、いやいやいや、逆で逆で、何が何でも怒り狂って出してぶつけてくる可能性はあるかもしれない。なるほど。だって三軒茶屋の街って基本的に渋谷とかなり一体化してる。いや、もうあそこだって二駅ですからね。芸能人も結構来たりするところがあって、はいはい、うん、結構ね、世田谷区の中で最も渋谷っぽいところなので、うんうん、そうですね、これはね、栗林さんが西で構えてるだけに、うん、これはあり得る話かなと思うんですね。公明党の中 の、 あのバランスを考えたときに、うん、そうです、なるほど。しかも、はい、しかも、はい、桜井ファンの方に朗報ですが、うん、このハテナさんも福島さんもどちらかというと女性らしい女性です、うんうん、なるほどなるほど。なので桜井さんチャンスかもね。桜井さんなんか雰囲気ボイッシュな感じで、なんか桜井さんだけ違うタイプなので、うん、なるほど、これが杉並区と大きな違いです。あー、はい、やっぱりキャラかぶりってのはキャラかぶりしてないので、ね、あのあります。なるほど、宝塚路線で行く、ね、そう言っときましょう、はい、じゃあ次、はい、行きましょう、はい、行きます、はい、杉並区、はい、杉並選挙区、はい、赤根が久保さん、東大卒だそうです、うん、おー、はいはいはい、見てください、ね、丸川珠代系ですね。おー、はいはい、ですが、はい、なんかちょっと別名の、うん、なんかその門のゲート、はい、鑑定士をしてたという噂が立ってます、ね、あら、何何何、同一人物かどうか分かりませんけど、 なんかそれはうさくさいですね、というふうに批判が出ておりますが、うん、らら、今日発表されたのは、うん、鳥居博介、はいはい、はい、身ですけども、はいはいはい、この男の人とセットで、公認、あ、じゃあ杉並結局2人になったんですね。6人区で2人立てると。うわー、これは強気ですね。で、小松久子さんが審査役の票ももらってますわな、うん、はい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 、とするとね、いや、はい、私もこの予想でいくと、うん、実は自民党の方で、うん、あの小宮安里さんはもともと石原伸晃さんの秘書です、うん、あ、なるほどね、はいはいはい、で、はい、だから小宮さん、松葉さん、うん、小松さん、原田さん、うん、茜覚悟さん行くと思ってたんですが、うん、これははっきり言って、うん、小池新党が、うん、民進党を2人とも落としにかかってるということです。なるほど。まあ、あの西村さんも見込みないですけど、はいはいはい、そうですね、田中麻子さんが逃げ切るんかと思ってたんですね、うん、まあ、この番組でも田中麻子さんか、うん、早坂さんかどっちが通るかって、そうですね、はいはい、これ田中麻子さんやっぱあまりにも民進党の低たらくで、そうですね、ちょっと強出てきましたね、うん、だからちょっとこれ小池新党もこれもう2人出すってことになるとかなりピンチですね。でもさ、うん、今から言えることだけど、はい、もし僕が、うん、野田和沙だったら、うん、茜覚悟さんお、世田谷で出したね。ああ、まあそれはあのキャラ考えたそうでしょう。キャラ考える、なぜかというと、うん、杉並区の女性候補は、うん、茜覚悟タイプ多いんです。いや、だからキャラかぶりで損してますね。ここはボーイッシュ系多いんです。はいはいはい、だからそのボーイッシュ効果は出ません、うんうん、だからいわゆる桜井純子さん的な人がいません。なるほど、なるほど、ばっかりなんで、うん、こっちは逆にね、だ、民進党の2人は違うけど、はいはいはい、他の人どっちかというと女性的でちょっとこう男っぽい人が多いんで、なるほど、じゃあこれはこの小宮安里さんにしろ、うん、松葉さんにしろ、うん、小松久子さんにしろ、はい、ちょっと男性的なところもある。じゃあやっぱりこれをあの彼女を杉並でやったのはちょっと失敗だったんで、やっぱりこれ世田谷で出してたら即決だったかもしれないなと思うんですが、じゃあ本当に杉並これ混戦して分かんなくなってきましたね。ですね。
だから果たしてどうなのかって、ね、はいはい、ただこの本当に民進の共倒れが起こるかもしれない、うん、そうですね、ちょっとあの田中さんなんか手堅いと思われてたけど、こうなってくると分かんないですね。でもこの立証票は多分田中麻子さんなんですが、まあ、はいはい、どうなんでしょうね。だから立証がまああのもう今民進の票、無党派の票はもちろんそもそも今期待できないですからね。ですからもうはて連合票と立証票ってことになる、うん、これがちゃんとあの連合の票が半分ぐらい都民ファーストに持ってかれてるということを考えると、そうですね、実は今の民進党は立証さんにすがるしかないんです。そうですね、だからあの田中さんが受かるためには立証候補者の票がうまくまとまってここに入らないと、小池新、ただ小池新党も2人出すってことは共倒れは大丈夫ですか。確かに最近蓮舫さんの意思決定遅いのはお伺い立てに行ってるからって噂もあるんですよ。ああ、はいはいはい、うん、あの法南町にもう彼女が勝手に決めない、もうとにかくもう大神倒してるんじゃないか、うんうんうん、もう何が何でも助けてもらわないと、だって民進党も壊滅ですからね、うん、いやもう本当民進党はもうこれで第二公明党になるんでしょう。完全にあの、うん、立証構成会のだから連合がもう距離を置いたらもうそうなっちゃいますね。だから、うん、もう早く党の名前を立証民進党で名前を変えた方がいいんじゃないかな。なるほどなるほど、うん、あれは不問民進一条民進党というふうになってくるので、うん、まああれでしょうね、ますますこの、はい、ご一族の、うん、あの色の強い党になってくる。そうですね、もうそこに頭を下げないことには票が取れないっていうことをこの間の川崎市の市議会議員のお父さんに話すと大ショックだと。びっくりでしょうね。そんなバカなことはないって言うけど、うん、ウェブサイト教えてあげたらね、うん、田淵さんもね、気分悪くなるわって何があったんやって。これじゃ左翼じゃないか、うん、なるほどね。まあ、共産党のウェブサイト見てるみたいな。まあ、伝統的な自民党支援者からすると、えって感じになるでしょうね。はい、はい、じゃあ次、はい、今度こちら、はい、南多摩ですけど、ね、ここはここもちょっと動きあったんですね。ここはですから結局渋谷ショックのために、うん、公明票がかなり小磯さんの方にも入りそうなので、うん、小池さん、はい、小磯さん赤丸でしょう。あーとなると小池新党ではあのね、しかも小池新党なんと、うん、こちら今日最近石川さんに推薦出しましたから。あ、そうなんですか。あらららら、ね、ということは劣化さんどうなんですか。劣化さん落ちるんじゃないかって気がしますね。だって劣化さん組織も何もないじゃないですか。で実はこの、うん、右側のお写真、はい、ネット上で拾ってもらいました。はい、劣化さんの、はい、結婚式の写真。あららららら、えらい年上のこの方が旦那さんです。あららら、ミュージシャンです。へー、あ、ミュージシャン同士の結婚なんですね、うん、ただ、うん、福島瑞穂さんと一緒で、うん、別姓主義で入籍にされないと。あ、事実婚ですか。えらいし、まあでもアーティストなんかそういうのありじゃないですか。とすると、うん、多摩市での票はあまり当てにせずに、うんうんうん、そうかということですね。なるほど、稲城市で勝負するんですね。なるほど、稲城市なら OK だということですね。そうすると、うん、石川さんと食い合いになるので、うん、私は劣化さん負けると思いました。だって石川さんの方があれですね、もうここははっきりと公明党丸が変える前提だった、ね、はい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 、これは大変まずいことしたと思います。これはもう本当に、うん、渋谷ショックの犠牲者の典型例だと、うん、やっぱ公明はもうここ完全に劣化さんに対してはもう力抜くと。しかもよく見る力抜くよりもね、うん、小磯さん5期ですよ、うんうん、つまり、うん、20年以上この公明党のメンバーとフレンド票は小磯っていう癖がついてる、うんうん、あ、そうですね。だからそれをわざわざやめるってことはよっぽどのことじゃないとやないってことですね。そうです。小磯さん自身が特にドン内田に近かったわけでもない、うんうん、あ、そうですね、うん、はいはい、その小池さんに黒ネズミ批判されたわけでもないし、特になんか職をしたとか、はいはいはい、そういうこともないので、うん、だからこれはものすごくエネルギーがいるぐらいの作業だったはずのところが、うん、そうですね、その選挙協力でってことで、いわゆる前から申し上げたように、うん、田淵さん、うちのメンバーはね、うん、信頼関係がないと力が入らないんですよ。それ渋谷の件で信頼関係ぶち壊しましたからね、うん、これは劣化さんお気の毒でございました。チーンですね。これはもう劣化さんチーンですわ。まあやっぱり2議席で難しいところで、公明党とのこれ選挙協力がある前提で劣化さんね、あの有利に運べる。厳しいね。まあちょっとこれはないでしょうね。うん、まあ、それでもしね、左側の AKB モードで勝負するんだったら入籍した方がいい。うん、いや遅いね。遅いけどね。うん、それでもね、うん、その方がまだ、うん。だってミュージシャン路線完全封印して出てるわけでしょ。
だってね、ママ路線ですよ、本当に。ママ路線。見てください、うん、もう左側みたいな、AKB 路線じゃないですよ、うん。何があったんかと思う。ねえ、真面目にちゃんとやってるママ路線で、なんか、制作にも通じてそうな。結構ね、制作切れる、うん、頭切れる。だって、早稲田出られる。整形でしょ。ねえ、いや、優秀ですよね。優秀な上でミュージシャンやられてたわけだからね。でもいたな、兄弟生で、うん、なんかバラエティに出たやつもいたから、あ、はい、女の子でね、はいはい、なんか、うん、ブチ切れ路線やって人気出たのもいたんですけど、まあですから、うん、まあ、基本塾ではね、目玉候補だったんですよ、だったんだけど、ちょっとこれはやっぱ選挙区がちょっと、これはちょっとまずりましたね。それとやっぱり渋谷ショックがやっぱり、うん、ここはね、もろに渋谷ショックが、うん、ここね、有観富士どうでしたかな、ちょっと見ましょう。これはもう、劣化さん、うん、僕はね、非常に気の毒なことになったと思います。これはね、うん、恨むんだったら野田を恨む、ね。そうですね、恨みますですね、はいはい。ね、林田さんにはちょっと、訓足の感と。さあ、そんなこと言ってないですか。もうなんか西南の変化、あ、まあ、よっぽどのことがない限り、これはね、コメント応援しないですね。これはまずかったですね。特にこのベテランの人の投票行動を変えるっていうのはかなり難しい。っていうかね、今まで応援してたの、何があったんですかなっちゃうもんね。まあ汚職でもあれば別ですけど、いやいや、それは分かりやすいですからね。次、はい、こちら、はい、隅田選挙区。あ、はいはいはい、隅田選挙区はこれ前回から変わらないんですが、はいはい、ネット上ではかなりこの成清さん叩かれています。でなぜかというと、はい、千代田区民だったと、うん、なんちゃって墨田区民だと、こういう言い方をされました。そうそうそう、墨田に来てないのになんでっていう。で、でね、一応墨田区に愛着があってって言ったって、うん、あなたそんなことないでしょう。そうそうそう、それはやっぱり住んでないと、やっぱりね、有権者っていうのは、一応これは、ね、皆さん、ね、確認ですが、制度上、東京都議選では東京都内に住んでれば、どこの選挙区でも出れるんだけど、うん、やっぱり選挙区分けてる以上は、そこの有権者から言われ、あなたどこ住んでたって言われた時にアウトですからね。それともう一つね、うん、これはね、うん、山口さんには申し訳ないけどね、うん、両国橋ってあるよね。あ、はいはいはい。東橋ってあるよね。はいはい。やっぱりね、隅田川の東と西は別世界なんだ。ああ、なるほど、なるほど。やっぱり江戸時代から。なるほど。やっぱり別の国に行くわけですよ。うん、なるほど。両国橋とかね。ねえ、武蔵の国と上総の国ですか。だってね、江東区っていうね、うん、あの江東の江っていう字が、うん、あれが隅田川のことですね。はい、そうです、そうですね。あれの東側が江東区ですからね。でさ、江戸時代のさ、うん、大岡越前の神様って言って北町奉行はい、はい、南か、ごめんなさい、遠山の北町奉行の北町ってどこか知ってます？北町はどこでしたっけ？浅草で、南町が銀座、はいはいはい、そうですね、そうですね、はい、だから江戸の町って、うん、江戸城の東側の隅田川のほとりにできた、うん、はい、そうですね、はいはいはい。それを考えるとね、これね、やっぱりね、ものすごくこの隅田川っていうのは大きな意味があったわけですね。はいはいはい、なるほど。で、江東区って名前が出てるのもそのから来てるわけですから。はいはいはい、でもね、うん、これ僕思うんだけどね、うん、東京のその、ね、なんか希望の街東京院東部というのを運営されてる林田さんに一遍聞いてたんだけど、はい、希望の街東京院東部っていうんだけど、うん、さあ、うん、足立区、江戸川区、荒川区、葛飾区、いろんな現状を見てると、うん、その希望の町東京院東部というの東京の東部で、うん、開発に成功してるのは江東区だけじゃない？もちろんですよ。やっぱり江東区は。オリンピックか何から見てもさ、うん、江東区だけがいい目してるよ。そうそう。だから他は、やっぱり貧困の割合も高いし、でさあ、ビッグサイトはあるわ、うん、有明コロシアもあるわ、今度オリンピックでしょ。まあ、埋め立て地はみんな、みんな江東区ですからね。いわゆる13号埋め立て地とか夢の島とか、あの辺も全部江東区ですからね。江戸川区はその火災市場、火災市場がちょこっとありますね、はい。なんで江東区ばっかりひいきしてるの？いや、ひいきというよりも江東区が、要は埋め立てで拡大していったんですよ。江東区ってもともと深川あたりが江東区だったんですよ。ところが、豊洲ができ、で、もっともっと、だってお台場とかあっちの方だって、まあ、港区と領地争いになってるけど、なったけど、いや、ほとんどが江東区になってますからね。あの辺の倉庫街とか、みんな江東区ですね。そう、うん、林田さんの嫌いなね、高層マンションとかもね。うん、みんな江東区です。江東区なんですよ。そうです。江東区はやっぱりね、要は東京の中心部に近い、中央区の外側ですからね。
でしょ、そう、非常に場所が有利なんで。でね、うん、だ私だから成清さんは一応星はつけますが、3人くらい、はいはいはい、ただ本当にちょっとこれどうなのか分かんなくなってきたのは、うん、成清さんの懸念事項、うん、千代田組2歳の長男が、うん、千代田区の保育園に行ってる、はいはいはい、なのに、うん、まあ、掘り出して単身赴任、うん、だから他の陣営からはそこはやっぱり一番つつかれるところですよね、うんうん、これさ本当に今からでも遅くないからさ、うん、成清さんを千代田区にして、うん、あの樋口さんをさ墨田区にした方がええんちゃうかって気がする、ね、これだからなんでそういうさ、なんだっけ、場所考えてそれぞれの事情を考えて出なかったんですかね。これ失敗やと思う。だからいや実はね、はい、小池さんの応援団である夕刊フジでさえ、はい、ここは、うん、千代田区はここじゃなくて、うん、千代田区は、うん、自民が勝つって言ってた。あ、そうなんですか。やっぱりダメなんですか。やっぱりその渋谷ショックも大きいんだと思うんですよ。あ、渋谷ショックで完璧に公明党がもう、うん、グーグーっていうか、だってお休みモード、千代田区はどう見たって候補者逆な感じじゃないですか。これ失敗やね。警視総監の息子と、うん、それから警視総監じゃないかな、なんだっけ、なんかミャンマー大使かな。ああ、まあ要は御曹司、御曹司が小池新党で、それで若い女性が内田さんの後継者っていうか。これね、逆ですよね、キャラクターが。ミスりましたね。ははは。もう一つ考えられるのは、はい。ちょっとまだこの声を聞いたことないんですけど、これでもし喋り方がかったるかったりしたらどうなるかと思うんですけど、うん、千代田区民で、うん、しかも、うん、選挙区事情を考えると。うん、江戸っ子乗りじゃなかったとすると、うん、経歴があだんだなんかな。ああ、ちょっとね、高学歴、うん、東大、でもちょっとおかしいと思ったんですね。ちかね、少なくとも隅田であんまり東大卒って受けない。東京ならいいかなと思ったんですけど、ちなみにね、うん、東京12区なんか聞くと、うん、はい、東大じゃないっていうのが条件だったりする。そうそうそう。いやいや、本当これね。あ、そうなんですか。小川さん側近に聞いたら、はいはい、青木愛ちゃんが学校行った時に、うん、東大じゃないっていう人だった。ああ、戸田やっぱり嫌がられるね。エリート12区、13区で嫌がられますね。はいはいはい、まあそうですね。14区もちょっと厳しい。だからやっぱりね、東京東部でも、うん、江東区はちょっと特別だっていうのはちょっと頭に入れとかないと。うんうん、そうですね。江東区はやっぱり新しい住民多いですからね。うん、そうですね。そうそう。だからまあ、大手町に通うの便利だとかいろんな意見があるんですけど。まあ住民の意識が違いますからね。うん、まあちょっと、成木屋さんはちょっとどうでしょうね。まあもともとここの墨田区は非常に古い町で、はいはい、その川松家と、うん、いや、違うな、桜井家ともし何とか家って言えば2家でずっと、はいはいはい、ところを、ただし、うん、このテレ朝の川松さんを送り込んだのはなんと内田さんでした。おお、なるほど。内田さんでした。だから内田派は川松さんなんです。なるほどね。だからここもちょっと微妙なとこなんですね。まあちょっと、実際、まあね、公明、ここは公明さんが小池新党をもともと応援しないとこではあったから、うん、その、うん、いわゆる渋谷ショックは出ないんですけれども、うん、はい、でも、もともとやっぱりいろいろね、バッシングが増えてきてるっていうのは、やっぱり候補者選定としては、ちょっと、ここじゃない方が良かったんかなって思いますね。うん、ミスったなって感じますね。うん、やっぱり千代田区と墨田区、これ逆にすればよかったですね。今から言いますけど、うん、世田谷でもよかった。ああ、はいはい。世田谷なら彼女のハイスペックさが。ただ問題は、保育園が取れなかったか。ああ、世田谷はね、うん、やっぱりその坊やのために。もう、ちょっとなんで千代田区出てんかったかね。うん、だから千代田区、いや、あっちが決まってたからでしょ。いや、だからこの辺がね、うん、ちょっと後悔するんじゃないかなって気がしますね。うん、だから候補者選定を間違えてるっていうのはね、それぞれの選挙区事情を考えて配置すればいいのに、出たい人の事情を先に出しちゃったんじゃないのかな。ね、これは僕はね、うん、将棋でいうとこの敗着になるんじゃないかという気がして、うん、もしこれで成清さんを落としてしまうことがあれば、うん、これはもう選挙区を間違えたと。いや、まあまあ、そういうことですね。になると思います。うん、どっちにしろ3番手に入るかどうかってことですからね。ね、最後、はい、はい。じゃあこちら。はい。問題の千代田区でいきます。はい。ここは。千代田区はですね、うん、もう本当にここも渋谷ショックがもろに効いてるところでありまして、もう完全に公明党がこんな状態になった。はい。もう、もともと、内田さんに協力したけど、うん、まあ中村彩さん。はい。で、一応ね、うん、小池さん応援団の夕刊フジでさえ、うん、中村彩さんにつけてますんで、うん、まあ、もうここに星をつけました。中村さんね、まあこれしょうがない、これだってもう公明党次第じゃないですか、はっきり言っちゃえば。ここはね、うん、こ
ここもね、ここも渋谷ショックが前に出るとか。だって、例のあの、区長選挙はもう、公明さんが、ね、うん、あの、自民の方を応援しなかったから、あの、そうでしょ。小平市と同じパターン、ね。そうですね。はいはいはい。だからこれもね、うんうん、あの、樋口さんね、うん、あ、高脇と私も同じだもん。あらあら、はいはいはい。違う違う。はいはいはい。この方ね、うん、もし落ちたらね、やっぱりね、うん、あの、君側の感を恨まないかん、うん、まあ、渋谷ショックを起こした渋谷ショックでしょうな。ね、渋谷の恨みが千代田区とか、南多摩とか。江戸の恨みを長崎で落ちたような話だけど、南多摩とか千代田区。とか、墨田区、全部やられちゃいますね。そう、墨田区ね。はいはい。墨田区関係ないのもとな、うん。はいはい。この渋谷、このね、うん、しかも千代田区っていうのは今回の、うん、まあ、いわゆるその代理戦争の、そうそう、象徴的なところなんですけどね。そうそうで、うん、一応ですね、うん、あの中村あやさん、ね、はい、あなたに一つ言いたい、はい、これはね、いくらなんでも今のルックスサッシーに見えるから、うん、いいですか、これ写真ね変えなきゃダメ、うん、あの丸川さんと二連は正しいと思うけど、はいはいはい、実はこの下の方、うん、これちょっと私が直接、うん、事務所に電話をかけて、はい、あのツイッターの写真を変えさせました。あ、そうなんですか。変えさせたちです。あと、いや、言い過ぎかもしれないけど、うん、変えてもらいました、うん。これ実は松川るいさんという、あの、あ、結構綺麗な方ですが、はいはい、見てください、うん。同一人物に見えますか、これ。あら、見えないですね。昔ね、うん、ツイッターの写真左やった。ほうほうほう。これ、あまりにもね、これ、ババ臭いから、あかんと。いやいや、まあ、でも右の奇跡の一枚。右の奇跡の一枚は、若い頃の紺野美沙子に見えるって言ったんですよ。あ、これね、これは絶対右の方がいいですね。右ですよね。これはあのおじさん連中も皆さんでね、だから大阪のね、この方南部の方なんですね。ああ、はい。だからね、親しみやすくて左がいいかと、いや違うと、うん、大阪北部とか、うん、あなたの支持層右の方を受けるって言ったね、うん、いうこと聞いてくれます。ああ、やっぱ分かる。今もうね、ツイッターでこの右にしてからね、すごく人気出てます。うん、ああ、だって右はいいですよね。ね、これ右でしょ、やっぱりね。なるほど。同一に5歳は年違ってみる。うん、っていうか、まあ、やっぱり写真何使うかってもう女性の場合すごい大きいですからね。すごい重要ですね。女性が味方するかどうかのキャラもあるし、ま、男性がやっぱ写真で選べますからね。それでね、うん、どうぞ公職選挙法に履歴書みたいに3ヶ月以内に撮った写真って規定はない、はい、ないんです。だから年齢の半分ぐらいの時の40歳で20代の時の写真使う方いらっしゃいますけど、それは合法なんですね。が合法っていうか違法じゃないと、嘘じゃないですからね、本人ですから。おなるほど。これだからね、例えば経歴違うこと書いちゃダメですよ。三等書記官を一等書記官と書いたらダメですよ。それは誰かと。まあ背中になってみましたけどね。それダメだけど、違う人物写真使ってもダメですけど、ご本人が10年前だか20年前だかそれは構わないんですよ。おお、だからね、うん、まあ一応中村彩さん多分受かると思うけれども、はい、毎日が怖かったらね、もうちょっと写真変えましょう。だってせっかくね、右のいい写真使ってんだから、うん、だからまあ、二連のポスターはどの写真使ってるんですか。まだ私聞いてませんけど、うん、ぜひね、写真ね、うん、これで本当にサッシーになってしまうので、うん、で、これも完全に丸川珠代さんと二連だったらいけますね。うん、ただね、右の写真ね、ただ僕ちょっと聞いたことあるのはね、うん、女性二人ね、うん、やるとね、うん、候補者間違えられる可能性あるんですね。だから得てして、うん、女性の候補を出すときは、うん、男性と組ませるんですね。なるほど。それはね、ちょっと聞いたことある。女二人にすると、うん、その女性の有名だったら、候補者間違えられること。じゃあ、自民党誰と出すんですか？安倍さん、どんなんですか？にしかないですね。そうか、あるいは丸川さん入れて3連にするか。ああ、まあ、それが、だって、安倍さん入れるとき、安倍さんは党首だから、例えば、うちの地元なんかも安倍さんが入った状態で2連やってる人いるんですよ。もしさ、うん、ここ樋口さんじゃなくて、うん、成清さんと戦って面白かったね。ああ、それはね、いや、そうすると女の対決だから、これは注目ですね。同じタイプの東大対慶応と、そう対決やったね。ハイスペックの戦いで、でもここね、残念ながらね、小池慎太がね、男性だからね。これね、本当にね、うん、成清さんという球があるのに何をしてんのか。でもこれはやっぱり選んだ選挙区間違えてますよ。だからここね、だから御曹司はだから予想いけなかったんで、ね、これは間違えたな、うん、これね、これ絶対有利ですよ、うん、でしょうね、うん、これね、うん、これね、だから成清さんが落ちるとしたら、うん、この2歳の長男をほったらかしてなんやいうのが、うん、多分この辺りとか、うん、まあ、いわゆる自民なり、ね、いろんなところからね、しかも今回の、うん、渋谷ショックを起こしてるん で、 で、ね、公明党の婦人部が優遇可能性もある。あ、一応は表だってはやらないけど、はい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 、ブチュブチュ言う可能性が、なるほどね、それは出てきますね、うん、
でね、うん、にわか、うん、墨田区民とかね特に墨田区とかっていうのは非常に古い人も多いからそう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 地元っていうのがすごい重要なそうです。それを中田区民が何しに来たんぞっていう話になりますよね。特に川の向こうから、うん、だからね、いくら小池新党とはいえ、やっぱりそこだからもうね、はっきり言って他の候補は根掛けやんねんはるっていうのは、あの、そうそう、あの、千代田区民の方が何しに来てるんですかっていうのは、これ選挙中やられると思いますよ。ね、うん、それプラス、東大生のエリートにわしらの気持ちが分かるかと、こういう話で、ね。ああ、それは墨田区でやれたら気かなわないですね。これはね、下町ですからね。このね、だからその、いわゆる希望の町東京院東部というのは、うん、それは江東区だから成立する話じゃないかな、うん、墨田区だと厳しい、うん、という感じですよ、はいはい、これはあの、うん、まあはっきり言って、うん、あの小池さん1議席損したねと、うん、まあ、1議席だけだったらいいんですけどね、まあこの先続く他の候補者まだ未発表になってるの未発表ありますけど、うん、ここ間違おうだなっていうのがね、うん、やっぱりこう思うでしょう、うん、いやここ千代田はやっぱりちょっと厳しいです ね我々選挙3本したら全部通るのにねとか思うことあるけどね。だもうね、小池さん今後は野田さん使うの我々使ってください。そう我々使ったり国政の時はよろしくお願いします。いや憲法改正に賛成してくれるんやったらねご協力ね。いや私もね、今はちょっと小池さんに批判的やってんけどね、うん、青山の前造反宣言聞くとね背筋が寒くなってきてねまあ3分の2に集まらないと思ってたけどね、日心もね、でこの間ね、うん、世田谷の阿久津君聞いたんですよ、うん、女ね、うわーでね、阿久津さん頼むわね、反対しないでねって言うけどね、うん、いやでなんて言うかだよ、安倍さんひよったなと言わなかったけど、うん、でもこうね、うん、うーん、まあ、あのビデオメッセージだとやっぱりあの今憲法改正を自民党の高派で期待してる人はちょっと厳しかったですね。で自民党より高派の日心さんだというあれの内容は許せないでしょうね。もう青山茂春がもう僕はっきり言って反対です。そうそう、あんな憲法改正ならやるなって感じですよね。そうなってきた時にハードルが上がっていくんですが、ね、あの皆さんね、うん、あの青山さんの支持者の方もね、はい、青山さん何でも聞かへんと思うけど、うん、あの今の参議院の状況、うん、さらに僕は思いますよ、はい、次参議院選挙すると今より減ると思うよ、うんうん、まあ、ちょっとなぜかというとね、うん、参議院定数税制定数10増えをしてる子、どうしても5億解消しても、はいはいはい、そうだったら、うん、次5人増えるんでしょ、はいはいはい、都市部で例えば、うん、ね、はい、東京を7人にするとかね、ね、埼玉千葉を4人にする、うん、そうだと自民党増えない、ね、と僕は思うね、まあ、それと自民党今まで勝たせすぎてたってあるんでそろそろ反動きますね。でしょ、うん、でやっぱり衆議院と参議院で多少ねじれたくらいの、ね、森友事件があったからね、うん、次の参議院選挙ね、うん、現状維持よりちょっと減ると思う。ああ、それはそうでしょうね。でしょ、とすると、うん、会見は2019年7月発議がタイムリミット、うん、それを逃すともう当面あの発議ができない、ね、2018年の12月期限の衆議院選挙で、うん、どうだろう、森友事件は出ないかしら。無党事件だってまだ続いてるじゃないですか。ということを考えると、はい、ね、安倍さん憲法改正したかったら年内発議。17年、今年中の今年の12月に発議して。それだってまだ話煮詰めてない。本当に簡単ですよ。私の言うとしたらええね。だそうですよ。投げたでしょ。もうじゃあ投票用紙配ったでしょ。あなた見てるはずでしょ。ちゃんと官邸に巻いたからでその通りやってちゃんと8項目決まってた。なるほどなるほどなるほど、はいはい、ね、日心さんを納得させる思ったら簡単、はい、2条の2っていうのを入れて、うん、国旗国家をちゃんと憲法に盛り込むって言ったらねそれで納得するから。なるほどね。日心の顔も立てる。でもう一つね、はい、思うのはね、うん、教育の無償化なんかの他にね、はい、もう一個だけね、うん、前原さんとか細野さんの好きそうな項目として、うん、見つけました。お緊急事態条項の代わりに、うん、議員の任期延長と定速数の緩和というのを、うん、細野案っていうのをね、うん、入れてあげたらね、あ、僕はね衆参同時制の禁止でいいと思うんだけど、うん、まあ、なんかの形で、うん、あの細野さんの顔が立つように。なるほど。そうすると細野さんがちゃんと協力してくれると、ね、申し訳ないけど細野さん僕は二度と党首になれないと思う。例の件があるからどうしてもねリザって言われてしまうので、リザって言われてしまうので、やっぱりリザあるからモナモナどうしてもそれが出ちゃうからっていうかね、あの女性は覚えてますよ。
で彼はね、あの地元選挙区であの直後にね、まあのお詫び上げやったけどね、もうおばちゃんにビンタされて平山だったそうですからね。でね、まあ、しか前原さんもね、うん、細野さんも私と同じ大学のね、うん、してたけどね、うん、やっぱりここはね、細野さんの顔が立つように、うん、あと前原さんの顔も立つようにしておけば、うんうん、まあその造反抜きの基礎数が200級ぐらいになると、ね、それだったらそうするとあ、まあ、危険がそう青山が何言うてもも もうとにかくね、安倍さんね、青山さんと西心の2人は諦めた方がいいと思う、うん、あの憲法改正は納得いかない勢力ですからね。そうですよ、もう私のツイッターのとこでもこれは田淵なんだよ、手ぬるいバカもんいっぱい来てる。ああ、まあそりゃそうでしょうね、高派の皆さんは、皆さんは、ね、こんなんじゃ憲法改正にならんっていう。でまた誰かさんがね、田淵さんこれ巻いたでしょ、よかったですねって言ったら、もう休み中にさ、うんうん、5連休の間にね、うん、これは田淵こんなもの巻いたのかとかね、ああおーとかね、なるほど、またこんな手ぬるいもん巻き上がってとか ね、でもお前あれでね、5月3日 の、 あのビデオメッセージになってるわけですからね、田淵さんのおかげで。あ、もう本当申し訳ないけどね、でもね、あの、うん、皆さん思いますけどね、うん、まあ名を取るより実を取りましょう、うん、ね、やっぱりね、可決されなきゃ意味ないよ。そうですね、あのまず発議ができて、なおかつ国民が納得するような現実対応できる内容じゃないとダメだと。それともう一つね、あの憲法無効ってことはね、うんうん、戦後日本を全部否定することになるんでね。 それはないですからね。私やっぱりね、現行の、まあ、その昭和憲法もいいところがいっぱいあるわけですから、うん、昔ねこんなことを言ってしました。あのね、 We must change to remain と言った人がいるわけです。おうおうおう、つまり今のその日本国憲法をより良いものにこういわゆるですね、メンテナンスしていくという、こう生活保守的にですね、こう足りないところを埋めると。だからぜひですね、新しい権利なんかを入れるべきですよね、プライバシー権とか環境権とか。だからそれはヨーロッパの、あの先進国が憲法改正するときには大体そういうことですからね。そういうふうにして、その別にね、あの革命を起こすほど我が日本国悪い国じゃなかったと思いますよ。私本当に思うけどね。いやだから、あの谷垣さんの時言ったら、あの船田さんたちが作ったあの憲法案があまりにも遅かった。安倍さんももうこれ、あのあれはもう取り下げとは言わんけど、うん、これにこだわらないと、うん、もうね、安倍さんとしてはこだわらないと言うだけでね、うん、精一杯取り下げるよ。だからね、まあ、船田さんのね、うん、目につまるつぶれになるからね、まあ、まあね、まあ、名誉のためにもあれでしょ、うん、だからあんなね極端に尖ったものを作ったらこうなるいうのもあるんで、あれはもうツッコミどころ満載ですからね。ね、私ね、うん、遠山清彦さんって偉いなと思って、はい、憲法13条の幸福追求権があるから自衛隊は必要なんだと言ったのはね、左翼がどう答えるか僕は楽しみだなと。だから遠山さんすごいですね。遠山さんなかなか、まあまあ、あの公明党の中で見てます。西田昌司さんが認める人ですからね。はいはいはい、そうですね、あの公明党の中でもね、自民党よりまともじゃないかと。そうそうそう、みんな遠山君を見習え。でも遠山さんはやっぱり割とその弁が立つ方で、これ右やね。そういや、でも彼九州沖縄ブロックですからね。ね、すごいですよね、辺野古本来やってる。そうそうそう、まあまあそういうことなんでね、まあ、ね、あの山さん選挙中もあのもう都議選がね、刻一刻とあの迫ってますけれども、そうなんですけど、その一方で私も小池さんのとことどうするのかということでね、これちょっと小池さんはあまりいじめられなくなっちゃいましたね、どうしたもんかなと。まあ小池さん最終的にあの豊洲の問題とかどうするのかっていう、そこにかかってます。収録前に林田さんにね、釘刺されましてね、田淵さんいいんですかと。憲法改正を考えますとね、まあ小池さんちょっと案上ちょっと吉田にお願いしますと、こう言わざるを得なくなってしまったじゃないか、青山のせいで。まあ都議選後のあの小池新党勢力の国政での小池さん、だってそうじゃんか、その新しい小池新党ができるところに協力してもらわないと、1,2,3ダーの人にキャスティングボートに入れる。いや、まあ、まあそういうことですね。で小池さんも次あの小池新党できた時にやっぱ比例でやっぱ一定数絶対取りますからね。よし、今日は私実はね、その 1,2,3 だよく知ってるのよ。頼みに行きました、あの憲法改正賛成してくださいとか、なんか条件言ってきますよ。条件なんですかね、日朝国交回復とかどうしようかなと思うんだよね。まあまあ、 あの北朝鮮のことはあの案上よろしくお願いしますけどね。まあ、ということでございます、はい、ということで、はい、まあ、またあの山さん選挙中、来週も
まあ、小池新党、まあ、都民ファーストの会が新しい候補者出すたんびにまた波乱を呼びますけれども、まあね、早く世田谷誰にするとか決めてもらいたいな。そうですね、あのそれ楽しみしてますね、はい、あと江東区とかもね、江東区でライズアップいつ出るんでしょう、ちょっと楽しみしてるんですけど、僕は出ると思ってますけどね。江東区で、いや、うーん、でも今のところは江東区でしょう。林田力、林田力はライズアップしないとダメでしょう。そうですか、やっぱあのブヨーンとした体がね、シャキッとなってるっていう。僕はね、うん、野上さんだと思うな、江東区は。野上さん、あの民進党を離党するんですか、偽装離党ですか、うん、それはないでしょ。いやいや、野上さんは必要ないんですよ。ミトランドですから、そこは。いやー、大丈夫なんです、大丈夫です、あそこは。いやいや、違う、うん、大津さんを推薦した以上は、うん、やっぱりもう、あら、だってミトさんのバック立証さんですやん、うん、いやいや、だからそれで受かるんじゃないかって話なんですけどね。いやー、それはやっぱり立証さんとしても、うん、なるほど、大津くんがこんな状態になってるんでね、あー、いわゆるどうします、私で要するにそうですやんか、もしもさ、小池さんのさ弟子がさ、あの野田くんあたりがね、うん、その不問官あたりお参り行ってるかもしれんよ。そうなんですか、やっぱり。まあまあ、それはあの立証の票は期待してるから、ああいうことやったんでしょうけどね。そしたら、いや、だって私だと思うけどね、うん、杉並区で2人目立てたってね、うん、田中麻子見殺しにしてくれってことでしょ。まあ、ちょっとあれ、田中麻子さんもう圧倒的不利になりましたからね。いや、あれ絶対立証さんの許可取ってると思うよ。あ、そうなんですか。いや、なかったら、だって、いや、なぜそういうか言うとね、うん、この選挙終わった後かもしれない。憲法改正までの間に、うん、確実に国レベルでは自公連立でしょ。そうです、もちろんです。それは変わってないです、ね。今考えてみよう、次の憲法改正のいろいろなこと考えたら、うん、ある程度立証さんの票をもらってかんかったら、小池新党国政で活躍できる。まあまあ、そうですね。そしたらやっぱり、なんか匠立証構成会を作ろうって話になるでしょ、やっぱり。なるほど。じゃあそこで、なんか、国政では大同団結みたいなこと、動きが出てくるってことなんですか。だから、はい、私はズバリ申しますが、はい、怒られるかな。うん、やっぱりね、庭の平和財団の、ね、はいはいはい、方に僕はね、小池さんちょっかいかけると思うな。なるほど、なるほど。あの弟さんの、おー、うん、平和財団の方に、なるほど、なるほど、ちょっとどうですかと、うん、ちょっとこう、もう少しちょっとこう昔のこう右路線になりまへんかとなるほど、うん、まあ、いくらなんでもちょっと光代さんがあんまり左なんで。なるほど、なるほど。光代さんの長男まだ22歳だそうか。ああ、はいはい、まだちょっと無理ね。まだあと後継指名するのはまだ先なんですね。わかりました。ということで、山さんの選挙地、来週も注目です。はい、どうも。またよろしくお願いします。はい、どうも。さあ、小池新党どうなっていくか。ね、はい、見ようです。これ